はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、もう今週末ですね、10月23、24、川崎文具店さんの方で工房節のイベントいたします。よろしくお願いします。2回ほどですね、川崎文具店さんでのイベント、日曜日フリータイムがありますっていうことを言ってきたんですけども、意味がわかりませんというメールが何通か来ておりましたので、改めて説明させていただきます。かなりこの往復はがきでの応募が多かったんです。で、まあお話ししてきたんですけども、はがきが80通、そして150人の方が見たいというお話になりましたので、まあお一人20分という時間で、日曜日の3時までに往復はがきを出された方は観覧していただく時間を作っております。で、その後ね、フリータイムがあるんですけど、まあ、ちょっと紙に書きながら説明していきましょう。23日土曜日と24日日曜日の、日曜日の15時まで、ハガキを持っている方、なります。そして15時から18時の3時間ですね、フリータイムとなります。日曜日のみですよ。この時間ですね、3時間は書きを持っていない方が入れます。はがき、まあ、23、24行けるかわからなかったっていう方もいらっしゃいますし、もし土曜日に当たったとしても、あ、土曜日時間できちゃった、時間用事ができちゃった、行けないな、日曜日行きたいけどどうしようっていう方とか、後から情報を知ってはがきを出すことができなかった方、日曜日の午後3時から午後6時、まあ、15時から18時ですね。こちらのフリータイムの3時間の間に来ていただければ、ペンペンシルの方を見ていただくことが可能です。そしてね、はがきを持ってる方ですね。お一人20分と言っております。その20分何かっていうとですね、ペンシルですね、そしてボールペン、まああとは新ケースとか、まあ入り口手前に公設が接客して販売する、こちらのスペースですね。はい。こちらの方がお一人20分ということです。で、こちらの方はもうハガキを持っている方、お一人20分で見ていただけますので、このフリータイムの方っていうのが、こちらの方を見たいという方でのフリータイムとなります。なんでこんなことを言ってるかっていうとですね、万年筆。そして、ビスキオオンプロット、まあ万年筆わかりますよね。そしてビスキオというのはセーラーさんとパイロットさんの首軸を変えて僕が作ったカスタムボディにつけるっていうバージョンのものですね。そして、まあ、これらの専用っていうわけではないんですけど、まあそういう高いペンを入れるための万年筆ケースっていうのがコンプロットっていうのがあるんです。で、まあ、
こちらの方は、店の奥の方ですね。で、川崎文具店さんの店主が接客をして、こちらの方を見ていただけるスペースを作っておりますので、こちらの方は、はがきとは別になります。基本的にずっとフリータイムです。まあ、ちょっと、今回は、ちょっと整理させていただきますが、はがきを持っていて、こちらの20分でこちらの方見てもらって、まあ、その後にマネスとかをゆっくり見ていただくっていうのはありです。まあ、マネス、ビスキオ、コンプロットっていうのは20分の中で見れるもんではないんですよね。本当にゆっくり見てもらって、迷って買っていただくのがいいと思います。で、特にコンプロットなんかはね、ご自身で使ってる万年筆の方を持ってきてね、いただいて、中に入るかどうかとか確認してもらってね、構いませんので、川崎さんの店主とね、ゆっくり喋りながら、決めていただければなと思います。なので、ずっとフリータイムですので、まあ、土曜日でも来ていただいても大丈夫です。はい、お時間も決まっておりません。ただね、はがきがない方で、こちらも買うけど、こっちも買いたいって言った場合、土曜日だと買えません。その場合、ペンシル、ボールペン、新ケースとかね、そういうものを買いたい方は、フリータイム。ごめんなさいね。フリータイムのみで買っていただけますので、まあ、その辺、時間コントロールして来ていただければと思います。で、はがき持ってる方もね、こちらを見たい方、こっちを見た後に、こっちに行くのもいいですし、前もって来ていただいて、こちらを買っていただいて、プラス、こっちを買っていただくっていうのもありですので、まあ、その辺の時間調整は、お客様にお任せしますので、よろしくお願いします。そして、往復はがきの方ね、まだ届いてない可能性があります。一応、月曜日、火曜日、18、19中にはくっつくかなーっていう感じです。もうすでに出してはいますけど、まだ届いてないかもしれませんので、でも水曜日になっても届かないとなったら、こちらの川崎文具店さんの方にご連絡してください。僕の方に連絡してもちょっとなんともできません。川崎さんが今回は管理をしていただいてますので、川崎さんの方へのお問い合わせよろしくお願いいたします。はい、そしてですね、秋の予定ですね、11月、12月、予定が入ってるんですけど、まあ、どこで何をやるかっていうのがまだ分かってないと思うんですけど、はい、まず11月の方はもうほぼほぼ決まってきました。まあ、勘のいい方、神戸って書いてあったので、あ、多分そうだなと思った方いらっしゃると思います。そうです、黒煙さんですね。黒煙 &CO、 これを読むと黒煙 &5 黒煙さんとこっていうような文字だったと思います。違いますかね。はい、そう、黒煙さん黒煙 &5 黒煙さんどこ、よくわかりません。はい、失礼いたしました。今、高架下の9店舗、こちらの方でやっているんですけども、ちょっと離れた場所、生田中学校の東側、まあ、線路くぐっていただいて、大きい道路一通ですね。まあ、そこで、南部坂が、生田中学校ぐらいがピークかな。ちょっと下がってたところを北に上がって、右手。川さん、ハイツ元町の2階になります。オレンジのタイルですね。まあ、茶色からオレンジ系の、ちょっと明るめのレンガ作りのタイルのビルとなります。はい。で、そこのね、オープンが神戸弁所の翌週ですね。11月の27、28日。
のオープン記念で公募説のイベントをさせていただきますので、よろしくお願いします。でもうすでにマップの方は出ておりますので、よろしければと思います。ブログの方にも貼っておきます。でイベントですね、多分またこちらの方も往復はがきになるかなと思います。ネットとかもね、他の店舗さんも含めて考えてはいたんですけど、やっぱりその二重取りをしてしまうとかね、あと本人確認がちょっとしづらいっていうのもありまして、往復はがき本人確認するのもあるし、まあ往復はがき代をちょっと出していただきますので、まあそういう一人で夏も夏もっていうことがちょっと減るのでという感じですね。まあ、こうやってお金出していただきますので、本当にイベントにはネットでは買えないようなものもたくさんありますし、本当にたくさんの中から選んでいただけるようになっております。はい、お一人多分5、6本買っても多分なくならないぐらい用意しておきます。で、まあ一応叩き台で説明書の方できてきてますけど、また詳しくは工房説並びに黒煙さんの方でね、あの情報を出していただけますので、少しお待ちください。そして12月の方はトノリムさんですね、トノリムさんのインクイベントのクリスマスパーティー、略してクリッパー、そちらの方に参加させていただきます。ちょっとまだ場所とか時間とかは決まっておりませんが、もう参加するのは決まっておりますので、そちらが固まり次第また情報を出していきます。そして東京インターナショナルペンションですね、多分土曜日まで埋まっちゃったかな。はい、日曜日はまだチケットがあったかと思います。またよろしくお願いいたします。そしてですね、まあ川崎さんのイベントで本当ちょっとやばいなっていうぐらい追い詰められてはいるんですけども、はい、18日月曜日ですね、夕方17時40分ぐらいからなんですけども、またまたですね、 FM イフさんの方でラジオ出演させていただきます。80.0 ですね、この辺では。まあラジコとかで聞いていただければなと思います。今回はスタジオに行くんですけども、まあちょっと岐阜 FM 岐阜さんね、20周年ということで、まあ一般の方、まあ岐阜に住んでいる人を中心に、まあいろんな企画がありまして、そこで本当声の出演ということでいろいろやっております。でその中でですね、そのラジオデアに出た人がプレゼントをもらえるんですよね。まあ出た方はステッカーは絶対、そしてプラスアルファその3ヶ月ごと、まあ今はもう10月からなんで、10月から12月の3ヶ月間の間にプレゼントですね、プレゼントがあるんですけども、その中の一つに僕がボールペンとペンシルの方合計6本提供しております。なのでね、あのその宣伝も兼ねてちょっと出演させていただきますので、よろしければ聞いてください。まあ、今回は月曜日の夕方ということで、小島愛さん、天使で悪魔な、悪魔で天使か、どっちかを忘れましたけど、とても僕はすごい話し方が大好きな方ですね。とっても素晴らしいお方でございます。あんまり言うとあれなあかんかな。はい、すいません。もしよろしければ FM 岐阜ラジオ聞いてください。でラジオデアの企画なんですけど、岐阜県の方だけじゃなくて他府県の方も応募できます。なのでね、よろしければ FM 岐阜さんのねホームページ見ていただいて、応募していただけると、
僕の提供しているプレゼントを含め抽選に入るかもしれませんし、ラジオでやーっていう声だけでもね、録音して送るだけでもね、そのラジオの中で使っていただけたりとか、まあいろいろありますので、よければ FM ギブさんのね、ホームページ見てください。またラジオを聞いてください。まあ、僕はねラジオ派です。車の中でも工房の中でもずっとラジオを聞いております。はい、そんな感じでラジオの方ご縁もありますので、またこちらの方聞いていただければなと思います。ではでは、よろしくお願いします。